Okay, boys and girls, here we are, Hamashima Island. Da 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 ディズニーランドみたいだよね。ビッグサンダーマウンテンとかジャングルクルーズみたいな。うわ、音聞こえる？リーフがすごいザバザバ言ってる。お、もうね、すっごいでっ、もうね、すっごいでっ、もうね、すっごいでっかい海蛇がいるよ。いや、すごいな。今2メーターぐらいあったんじゃない？怖いな。ちょうど上陸ポイントにあのバカでかい海蛇がいたからな。ここ行かなきゃいけないのか。さあ、こっちつないで、こっちもね、係留したから、じゃあここを登っていきます。潜水だ。すごいいい感じ。ちょっと一応一番高いところに行っておこう。川島のでかい岩の上に到着です。今日穏やかな天気でよかった。だなあ、あれ竹富島。まあ、それまたほら別の観光客がついてるね。いっぱいいる。10人ぐらいいるかな。UFO 小腹にぴったりサイズこれにしました。3分かな。ちょっとずつね、少しずつ日が照ってきた。すごいいい感じになってるね。もう3分経ったかな。浜島の巨岩の上で UFO、 世界初じゃない。あとトマトのポタージュ、これで体を温めます。まあ暑いんだけどね。9時15分ぐらいに着いて、今10時ですね。ここね、黒島と違って電波が届くんですよね。おやすみなさい。爆睡した。あっという間でした。何時今？10時35分だ。あんまり晴れませんね。でもおかげでよく眠れた。すごいいい感じ。面白いね、こんなとこ。すごい。ちょっと寝っ転がないと怖くていけない。うら、ここ怖いよ。起きたん
で、昼寝から起きたんでおやつを食べます。じゃーん、47都道府県の味、滋賀の味、サラダパン味、サラダパン味ね、これいきます。これがサラダパンの味か、うまい。サラダパン味のポテトチップスを幻の島のそばのね、この白い巨岩の上で食べたのは多分世界で私だけだと思います。鶴屋の皆さん、さあ、今11時ですね。潮止まりになりまして、これから引いていきます。なんでまあちょうど出発するにはいい時間かなと思いますね。今年最後のね浜島ですから、まあ、締めくくりとしてね、また、年も取ったことだし、ね、まあ、祝杯ということでバランタイン。ああ、もう2時間も滞在するとね、自分の部屋みたいに散らかすね。さあ、ベタなぎだね。これならウミガメ見えるかもね。あの浜島のあたりのちょっと右の方にウミガメが多いんじゃないかってザキヤマさんが言ってた。次はいつ来れるかね。透明度は最高なんだけどね、ウミガメはいないね。全然ダメだ、いないし、むちゃくちゃ暑い。もう12月半ばなのにね、すっごい暑いよ。珍しいよ。ベタなぎだよ。じゃあもう一回浜島寄ってちょっと泳いで帰ろうかな。さあ、幻の島再上陸しました。見てこれ、到着してすぐね、自分の部屋みたいにぐちゃぐちゃになるっていう、何なんだろうね、自分でもよくわかんないよ。60センチのアジがもうほんと鼻先を通り過ぎて分かんないですね。こっちがびっくりしたぐらいですよ。ちょっともう一回泳いでこよう。すっごい楽しい。さあ、今1時のんびり竹富島へ帰るか。海が穏やかだからちょっとリーフを見てからこうやって帰ろうかな。浜島独り占め。じゃあ帰るよ。さあ、相変わらずベタなぎで最高です。じゃあゆっくり帰ります。帰りたくないね。うわ、いっぱいいるね、魚ね。まだウミガメいるんじゃない、この辺に。もう何メートルあるんだろうね。もう透明すぎてね、バランス感覚が分かんなくなりそう。すごいよ。うわ、倒れそう。なんかな、怖くなってくる、一人だと。すごいね、穏やかだ。ベタなぎですね。もうあの、今日曇ってるんだけど、雲が反射してもう中が見えないの今。さあ、じゃあちょっとおやつタイムにします。さあ、何でしょう、とっておきなんですよこれ。じゃーん、鎌倉ベニアっていうお店の、くるみっこっていうお菓子で、これねむちゃくちゃうまいんですよ。ツイッターのフォロワーさんからいただいたんですけど、これ最高にうまいです。これ最後の1個なんで、お取り寄せしようとしたんですけど、なかなか高くてですね、また沖縄までの送料がすごいんですよ。
本当うまいんだよこれ。ベニヤのくるみっこいただきます。むちゃくちゃうまい。最高。後ろ竹富島、あちらへ帰ります。あーやっともう少しで到着です。